まずは荷物の準備、それから路線を確認して到着時間の調整もしなくては。ああ、これはこれは、ご挨拶が遅れました。皆さんこんにちは。私は駅員のデイビッドです。今日はお仕事がたくさんあるんですよ。ああ、忙しい忙しい。今日は特になんだよ。あ、パーシー、皆さんにご挨拶をしないと。みんな、こんにちは。あれ、なんだか声が小さいな。もう一回、みんな、こんにちは。元気いっぱいだね。僕はパーシー、よろしくね。パーシー、そういえば郵便配達は終わったのかい？バッチリだよ、デイビッド。ただいま。おかえり、トーマス。うわ、みんな来てくれて嬉しいな。こんにちは、僕はトーマス。みんな元気？元気だと僕も元気になるよ。トーマス、頼んだお仕事はどうなったかな？うん、無事に終わったよ。なんか元気ないね。何かあったのかい？大丈夫、ちょっと大変だっただけ。そんなに大変なお仕事だったの？今クロバンズゲートでソドートオリンピックを開催しているんだけどね、ボックスフォード公爵夫妻を乗せてスペンサーが会場に向かったんだけど、途中で調子が悪くなって動けなくなっちゃって、トーマスが後ろから押していったんだ。うわー、すごいな、トーマス。あの大きなスペンサーを押していくなんて、ものすごく特別で大変なお仕事をしたんだね。トーマスはとっても役に立つ機関車だね。いやー、僕は少し手伝っただけだから。トーマス、やっぱり元気がないね。お腹でも空いてるのかな。仕方がない、次のお仕事はパーシーに頑張ってもらって、トーマスは少しお休みしてもらおうか。平気です、僕に任せてください。大丈夫だよ、トーマス。僕に任せて少しお休みしてなよ。僕もみんなの役に立ちたいんだ。偉いぞ、トーマス。実は特別なお仕事があって二人でやってほしかったんだよ。特別なお仕事だって？今日はソドートオリンピックの表彰式があるんだ。そこで優勝者に贈られるとても大切な金メダルを会場まで届けてほしいと、トップハムハット卿から連絡があったんだ。金メダル？すごいや。金メダルなんて近くで見たことないよ。どこにあるの、金メダル？見せて見せて。落ち着いてくれよ、パーシー。このお仕事はとても大切なお仕事だから、力を合わせて2人でやり遂げておくれ。やったー、僕もみんなの役に立てるぞ。よし、僕も頑張るよ。さあ、これがお待ちかねの金メダルだよ。わー、嬉しいな。いいな、金メダルか。素敵だね。とっても頑張った人がもらえるものなんだよね。トーマス、早く出発しようよ。お、うん、行くぞ。あれ、あれれれれれ、どうしたんだい、トーマス。なんだか様子がおかしいんだ。うまく走れないよ。どうしたの？さっきのお仕事でスペンサーを押すのに相当無理をしたんじゃないのか。仕方ない、念のために点検してから出発しよう。そうだね、何かあったら大変だもんね。さて、どうして調子が悪くなったのか突き止めないと。お願いします。石炭はまだいっぱいあるね。
それなのにどうしてだろう。そうだ、会場のお友達にも一緒に考えてもらいたい。蒸気機関車が走るために必要なものが2つある。1つは石炭、あともう1つは何だろう、わかるかな。石炭ともう1つ、あれ感謝の蒸気というのは湯気のことなんだ。夜間にあるものを入れて火にかけるとピーッと湯気が出るよね。そのあるものが沸騰してお湯になるから湯気が出るんだ。その湯気、つまり蒸気でトーマスたちは動いているんだよね。そしてトーマスやパーシーのタンクに入っているそのあるもの、蒸気機関車が走るために必要なものとは何でしょう。分かったよっていうお友達はせーので答えてね。せーの、そうだ正解、答えは水だね。みんなすごいや、ありがとうみんな。どれどれ、それじゃあ見てみよう。おや、水もまだまだ入っているようだ。これは詳しく調べないとね。整備工場に戻って点検しよう。はい。いいかい、トーマスの点検が済むまでパーシーはここで待っているんだよ。もし大切な金メダルが届けられなかったら大変だからね。分かったよ、ちゃんとここで待ってるよ。ありがとう。金メダルを頼んだよ。任せておいて。よし、この金メダルは僕がしっかり守るぞ。あ、でももし鳥さんが来て持ってってしまったらどうしよう。気をつけなくちゃ。あ、もし竜巻がやってきてこの金メダルをどこかへ飛ばしてしまったらどうしよう。気をつけなくちゃ。もし怖い人がこの金メダルを奪いに来たらどうしよう。気をつけなくちゃ。何してるのパーシー。わあ、ごめんなさいごめんなさい、お願いだからこの金メダルだけは持ってかないで。どうしたの、落ち着いてパーシー。あー、なんだお姉さんか。どうしたの。大切な金メダルを取られると思ってびっくりしちゃったんだ。金メダル、素敵だね。そっか、今日はオリンピックの表彰式があるんだったよね。金メダル、トーマスと2人で届けるんだ。すごいでしょ。すごい。でもトーマスは整備工場で点検中。点検、どこか悪いの。前のお仕事がとっても大変だったんだって。それにしてもトーマスどこか元気がなかったんだよな。トーマス落ち込んでるんじゃないかな。え、お姉さん何か知ってるの。トーマスはとっても頑張ってスペンサーのことをして公爵夫妻を送り届けたんだ。もうすっごかったんだから。でも公爵夫妻はそれに気づかなくって、スペンサーにだけ声をかけて行っちゃったんだって。そんなことがあったんだ。きっと一生懸命頑張ったのにがっかりしてるんじゃないかな。そうだね、そんなに頑張ったんだもん。僕だったらいっぱい褒められたいもんな。トーマスは何も言わなかったみたいだね。あ、そうだ。何何、僕たちがトーマスのこと褒めてあげようよ。トーマスが喜ぶように。いいね、素敵だね。でもどうしたらトーマス喜ぶかな。何か素敵なプレゼントを贈るとか。あ、お友達のみんな、もしプレゼントをあげるとしたら何がいいと思う、教えて。え、何、お菓子、何何、
やっぱ石炭といえば黒でしょ。そうだよね。喜んでくれるか迷っちゃうよね。一番金ピカ。ん、そうだ、ありがとう。みんな、みんなのおかげでトーマスにプレゼントしたいものを思いついたよ。なになに？トーマスにもメダルをあげるんだ。メダル？さっきトーマスがこのメダルを見て、素敵だな、とっても頑張った人がもらえるものなんだよねって言ってたんだ。頑張ったトーマスにも私たちからメダルを送るんだね。そうと決まれば早速トーマスのメダルを探しに行ってくるよ。任せた。行ってきます。いらっしゃい。うおーっと危ない。どうしたの？お姉さん、トーマスへのメダルを探してる時にこの金メダルをなくしたら大変だから、そこの信号の裏の杭に引っ掛けて隠しておいてよ。わかった。やっぱり僕って頭がいいな。そこなら誰にも見つからないもんね。これで安心だね。よし、トーマスのためにメダルを探しに行くぞ。お姉さんは別のお仕事があるから少し遅れていくけど、後からちゃんと表彰式に行くから、金メダルを無事に送り届けたらトーマスにもメダルを送ろうね。わかった。じゃあ行ってきます。また後でね。バイバイ。はい。ここで待っているように言ったのに、一体どこに行ってしまったんだ？これはまずいぞ。早くパーシーを探さないと表彰式に間に合わなくなってしまう。会場のみんな、パーシーがどっちに行ったかわかるかな？どっちに行ったか指をさして教えてくれるかな？こっちかな？それともこっち？わかった、こっちだね。ありがとう、みんな。みんな、ありがとう。急がなきゃ。やあ、トーマス、点検は終わったんだね。パーシー、一体どこへ行ってたんだい？あー、ちょっとそこまで。ちょっとそこまでじゃないよ。ちゃんとここで待っていないとダメじゃないか。うん、ごめんごめん。いいじゃない、ちょっとくらい。パーシー、ちょっとでは済まないこともあるんだよ。それでなくてもトーマスの点検でメダルを届ける時間に間に合わなそうなんだ。ソドー鉄道に遅れと混乱を招いてはいけないだろ。ちゃんと反省しなさい。はい、ごめんなさい。さあ、急いでクロバンズゲートに向かうんだ。うん、急ごう。トーマス、待って。パーシー、トーマス、急がないと間に合わない。どうしたの？その絆創膏。え、あ、なんでもないよ。そんなことより早くトーマス。ま、待って、パーシー、あと一つ。トーマス、時間がないんだって。でも。どうしたのさ、早く行かないと。そうなんだけど、パーシー。もうなんだい、トーマス。金メダルがないよ。何言ってるの？金メダルならちゃんとほら僕の煙突に。で、あれ？金メダルがない。なんだって？どこにやってしまったんだ？あれ、どうしたんだっけ。煙突にかけて鳥さんや竜巻から守ろうとして。それで、それで、どうしよう、どうしよう。
どこかな、こっちかな、ないぞ。そんな大切な金メダルなのに。会場のみんな、もしかして何か知ってる？あの子あたりは何か知っていそうな顔しているね。大切なものなんだ。みんなお願い、金メダルはどこにあるのか教えて。何信号機の裏なの？ああ、そうだ、隠しておいたんだ。そうときたら早く回収しなきゃ。こら止まりなさい。びっくりした。急に大きな声出してどうしたのさ。信号は赤だよ。急いでいるからといってルールを守らないと事故に遭ってしまうよ。そうなったら金メダルも届けられなくなるじゃないか。ごめんなさい。せっかくだから信号が青になるまでの間にしっかり信号のルールを確認しよう。はい、会場のお友達も一緒に確認しようね。では問題を出すから、会場のお友達も一緒に丸か×かを拍手で答えてね。急いでいる時でも赤信号では進んではいけない。丸か×か。丸の赤信号では進んではいけないと思うお友達は大きな拍手。お、これは大きな拍手だね。それでは×の赤信号でも進んでいいよと思うお友達は大きな拍手。今度は小さな拍手だね。みんな大正解。よくわかったね。偉いぞ。ああ、そうだった。赤信号は進んではいけなかったね。焦っているからって信号を守らないのはいけないよね。その通り。赤信号で渡るのはとても危険だよ。みんなも気をつけようね。じゃあ次の問題。では信号が青に変わっても左右を確認してから進まなくてはいけない。丸か×か。丸の左右を確認してから進まないといけないよと思うお友達は大きな拍手。今度はちょっと難しいかな。では×のきちんと左右を確認しないで進んでもいいよと思うお友達は大きな拍手。トーマス、パーシーは分かったかな。これも丸のきちんと左右を確認するだったね。僕もそう思う。そうだ、みんな正解。青になっても安全とは限らないから、念のために左右や周囲の確認をしっかりしようね。はい、落ち着いて考えれば分かったね。うん、今度からは急いでいても焦らないでルールを守るよ。あ、信号が青になった。右を見て左を見て、よし大丈夫。よくできました。早く金メダルを回収しないとね。よし、どれどれ。お、あった、金メダルだ。よかった。ありがとう、みんなのおかげで本当に助かったよ。ああ、なんということだ。今からでは表彰式に間に合いそうもない。そんな、ごめんよ、僕のせいで。金メダルが届かなかったらがっかりするだろうな。トーマス、みんなの役に立てる機関車になりたかったのに。僕もだよ。なんだか少し元気が出てきたぞ。そうだよ、諦めちゃいけない。まだ間に合うかもしれないじゃないか。全力でやるだけ。
も汽笛を鳴らしなよ、元気が出るから。そうだ、会場のみんなも僕らを応援してくれないかな。みんなから元気をもらえば応援が力になって今まで以上に速く走れるかもしれないから、トーマスと僕が